対戦よろしくお願いします。ということで今回は初めて対戦する方なんですけど、大丈夫かなこの対戦まともに対戦ができるかな。対戦よろしくお願いします。今回初めてなんですよねこの人と対戦するの。実力の方は全く知らなくて、本当に練習もしてないんで本当に知らないですね。どういった動きをしてくるのか。ディレイ値が5マジでディレイ値 5 あれ、この人海外の人なんですけどね。おお、ちょっと怖いな。なんかさっきのね、なんかカクつきもあるからちょっと怖いねんな。おおいいねこれ。大丈夫やんな、回線は。怖いな。おお、回避結界はしてこないのね、さすがにいやー、いい感じに繋がったようや。怖いね。うん、いい感じに動けるっていうか、まあおおやりますね。ちょっと初心者ではない感じかな。怖いな。これならうまいこといけそうやね。うまいことっていうか、その自分の立ち回りっていうか、その回線面、ちょっとさっきちょっと怖かったけど、繋がってしまえば大丈夫って感じかな。危ないねこのままじゃ負けちゃうね。もうちょっと相手をね、がっかりさせへんためにもね、ちょっとかましていかんと。ちょっとはなんか相手も期待してはるやろうし、この人やっぱり、おお、こういうラグはあるのね。仕方がないね。よし、大丈夫いや、まだこの程度ならなんとかなるよコンボの最中にね、あれ来られるとちょっと怖いかな。おおいや、コンボ決めてきますね。このラグでよく決めてくるね、ほんと。やりますね。でも回避結果がないならまだちょっと怖くはないかなちょっと強がりなんですけど本当に回避結果がないのはありがたい。どれだけ恐ろしいか、あれが。大丈夫。うわー、おお怖いねんな。いやー、やばいな。相手は退屈させないようにせんとな。ちょっと不意打ちすぎた。別にそんな武器を使わなくても。いや、こっちは一応正常やねんな。あの動画そんね、動画の通り、動画って動画でもこんな動きしてると思うから、そんなに変ではないと思うんやけどな。そんな気を使わなくても大丈夫ですよ。しかし、この人からヨウムは学べそうやなこの人からヨウムの立場にはちょっとヨウムのコンボを学ばせてもらおうかな。あかんな、コンボできてないな。確実にああいうのはガードしてくるのか。なるほど。おお、危ない。しっかりガードして。お、まあ多分ね、相手もラグがあると思うからな。
このラグは一緒やからいやまさか対戦できるとはね、海外の人と。ハマチじゃないからまだね、こうやってねできるけど、ハマチだったらね、まだ繋がりもしんかったやろうな。ねえ、ポート解放やっぱり、ね、一応8000をね、余裕じゃない予定してます決めてきますね。あ、めくれちゃったそんなつもりは。おお、大丈夫、うん、こうやってなんか時たま回線悪くなるぐらいやったら何も問題ないかな。何もじゃないけどまだ大丈夫かな。その切れたら終わっちゃうんでね、さすがに回線が続いてくれたらありがたいね。ちょっと相変わらずのコンボのね、精度の低さやけど許してほしいね。お、なんや、おお、お、やっぱそれしたいんやこれのやり方ね、ちょっと聞かれてさ、あのやり方やばい、これしかしてないあれのやり方、自分も4も後で使おうと。この人も使ってほしいやろうし、なかなか手慣れや。まあそれはね、自分からね勝負をね挑んでくるぐらいなんやからね、ある程度それはやっぱり自信にあるよね。8回オームでもいいぐらいかなちょっと教えてほしいよ。あ、台風は普通に攻撃ですよ、もちろん。あ、間違えた、こんな、いや、なるほど、台風の時は、ああまあフリーズするよね台風の時だからできるこのスペルカードぶっぱ。あ、やばい、おお、危ない危ない危ない。何この、この人も狙ってくるの、そういうの勘弁してほしいわ。もうそれ前やられたから、その端っこでさ、あのガード1の危ない、反応できてよかった、あの人のおかげやな。あれ反応できてなかったらやられてたわ。いやー、あれで決められんでよかった、絶対あの人のおかげやっていやー、いいな。次誰使おうかな、この人他にどういう人使うんやろ。ちょっと冷静に使う。あれ、しかもデッキはランダムなんや。じゃあ他のキャラが気になるねヨウムもすごかったけど、というか8000ちゃんと持ってくれよ、回線。もうここまで来たら切れんかったらいいわ、うん、もうディレイ値は5なんは仕方がない。この読み込み時間が長いねんな。あ、さあどう来る、動いてない、あ、動いたなんや、始まるのにもやっぱラグがあるの。そうやってちょっと最初のうちは攻撃、あ、ちょっと怖い怖い怖い、射撃をねしっかり巻いてくる。あー、ちょっと無理、今の。あー、それしてくる。うお、元気玉入ってますな。え、今の当たってないの。あー、当たらんかった。はい、あれ、こっちも勝負しに行ったんやけどな、ダメか。おお、しっかりグリーズするよ。相変わらずすごい当て方や。安全にね。葉っぱ届かないよね、それ。来い。そう。ガードする分には問題ないよ。ダメか。かからんか。かからんっていうか当たってないな、あれ。よし。さすがに当たらんか。怖い。しかし、あのガード割ってくるのにはね、やっぱり上手い人はみんなガード割ってくるのかなそりゃそうか、なら反応してできんよ、まあ、もう言い訳できへんからなそんなガード割れたっつってお、決めてきました。いや、どこでそんな鍛錬を積んでるんやろあっちでも栄えてんのかな、栄えてるっていうか、こっち栄えてるわけじゃないと思うけどな。
だやってる人はやってんやろうけど、レースやからな、コンボ決めたいね。続かんかったか。あれ間に合わんかった。うわこれは悔しい。今の悔しい。負けたぞ。おお、なんか最初ミスったけど後続いてよかったな。結構ガードしあるな。てかそうや、こういう時にこそあれや、あの教えてもらったね。おお、面白い攻め方しますねよし、これで続かへんな。え、いやこれはこれは決めてきますね。何あれ、あんな当て方あんの、読まれたか。あ、ちょっとやっちゃった。いやこれはちょっと申し訳ない、本当に本当に本当にすみません。これは恋じゃないんです、本当に 回線が悪くなっちゃって、こういうのがなければ完全に楽しめるのに、仕方がないことか。せっかくあんなすごいのを見せられたのに。おお、なんかもう大丈夫やな、消えなければ大丈夫。でもDHは普通やねんな。普通、まあ、普通ではないけど、このなんやろうね、このおおこのラグはなんやろうね。ちょっと収まるの待ちましょうか。あ、よし大丈夫、もう大丈夫ですよあー、まだかな、ちょっと流行りすぎたか。いやあんまり待ってるとね、時間が、せっかく、でもさっきまで普通に動いてたんやけどな。こんなところ諦めたくないんやけど。でもね、収まるはずやねんな、このラグの波が通り過ぎた。あ、大丈夫、まずジャンプして、よし大丈夫。おお頼む、戻ってくれ。よし戻った、今度こそいける。よし、なんやろうね、なんか時間っていうかな、そのラグの時間があるのかな、そのラグる時間なんかやっと普通に終わった。いやー本当申し訳ないっていうか、あーこれさえなければ惜しいな。海外の人とねやるのなんて、おか、そのね最後のやつ届かないんだよね。ダメだ。いやあれ怖いな、あのなんやろ、あのすかしてさ、あのコストコのやつ、てかあれが例のつかみ技じゃないの、コストコの。いつもなんかこっち狙って外してる、あえて当てんのか。いやマジでもうどれだけ、まあ、あれはもう勉強になりますねおっ、うわそういうことしてくるなんや、もう完全に油断したな。やってきますね。なんやあれ、あんなん攻めてしまうな絶対。もうあれ反撃確定やからね、あれしんかったら。ああしっかりガードしてくる。でもな、どうなんやろ、あの端っこに追い込んだ時溜めて、なるほど、カウンターやったらあれ、あ、それ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 ね、本当にね突っ込んじゃうんですよね。うわまた新しい課題増えたなこれ、それ絶対突っ込んじゃうわ。さてと次は誰を使おうかな。ゆいこか、ほう、なかなかチョイスが。あ、じゃあいく使う。なんやろね、このラグはやっぱり距離的なラグなんかね、あのその入力とかじゃなくて、課題やねこれも。ゆうこか、なんかそういうなんか小技的なのしてくるのかな小技。よし動いたね、よし行こうしっかりね相手がね動き出してからね。なんかDHが動いてるな、やっぱ
なんやろ、回線が不安定なだけやったんかな。じゃあもうディレイ値6でちょっと固定してくれると助かるかな。そんな動かれるとね、さっきみたいな落ちるから。もっと。ダメじゃね。安定期入ってくれると助かる。おお。怖い怖い怖い。ちょっと、あ、大丈夫かな。1試合に必ずこの波が来るかな。それだとなんか8試合するまでにちょっと時間がかかるな。あれ反撃できないんだ。とりあえず大丈夫かな。もう、あー、やっぱグレイズされるな、近くで巻くと。それはね、もう誰だろうとね、やっぱりね、あの距離、お、これ割れるでしょ。あれだろうとね、やっぱりね、さすがに割れるじゃなくて、あのグレイザーされる、あんな至近距離でね、巻いたら。あー怖い、それレベル上がっててるとね、食らっちゃうね。そういや、この人コントローラーなのかな、キーボードなんかな、どっちやろ。それなんか気になるな。あー気になるなっつって、重にあった。おー、そうそう、これでよく AI してくるんですよね。AI、あの射撃をよく巻いてくるんですよ、近くで。あ、無理か。あいつ決めたよ。もう急に曲げたのに。なるほどね。ちょっと待って、これ、この光景どっかで見たことあるぞ。これ、うわー、なんかやってきた。どこで見たっけ、あれ。なんか自分、まあ無理ですよね。これは災難ですね。まだ台風来てるな。来たよ。うわ、食らったな。やばいやばいやばい。よし、割れた。おお、あれな、あれ、あれキャンセルできちゃうの。怖い、やばいやばい。バックステップはないな、今の。よし、弾き返した。よし、勝って、あれ勝ったのでかい。上にも巻いてで勝って。逃がさないと。よしよし、あー、ダメだ、うまいこといってない。あれ3発目ね、うまいことね、続いてもっと上に高く飛べばよかったんやけど、ダメだね、うまいこといかないね。うん、そう。何度同じミスをしたら気が済むんだろう。お、さすがにそれは勝てるよね。怖いな、上から攻めてくる感じ。あれ、ええんじゃない。よし、間に合った。なんだ、台風か、またそういうことか。相手警戒してたか。ちゃんとグレーズはするよ、そら耐えるよ。収束したの当てればいい。ああ、グレーズされた。台風早く終わってくれ。ダメだ、怖い。よし、端っこにあって。また、なんで、なぜ鼻くもり。いやー、鼻くもりか。チックじゃん。マジか。なんか、ところどころね、なんか、捉えられないなと思って。さあ、ちょっとこちらも用も使わせていただこうかな。お、打つ方か。なんか面白いキャラクター使ってきますね。
一体どんなことをしていくんやろう。だから一人一人にやっぱり小ネタが、小ネタって言うんかな、もうすでに体験済みの技をやられるな。割と主流なんかな、あの呼んでカウンターすんのって。この人にも見事に決められるな。一体どんだけ単調なんやこっちの動きは。はめがいがあんやろうね。あまりにも単調やからすぐカウンターに引っかかるからはまんやろうね。よし、行くぞ。さあ、この人ね、多分ね、4はちょっと期待してはるやろうからね、動きがっかりさせんように。でしかしこの打つ方なかなかおー、なかなか暴れる。続かこれ、あれ勝った勝った。どこで抜けはんやろ。まあ当たるよね。怖いな、振り向いて。あ、いい感じで枯れそうやったのに。こんなことできちゃうよね。いやー、さすが、やっぱ身長低いとああいうことできるから素晴らしいよね。枯れないか。よし、拾った。間に合わんかった。こっちちょっと、こっちの向きはちょっとね、苦手なんですよ。いや、そのキック怖いな。さっきがよく当たってんねんな。至近距離だった。やっぱそれ強いかな。いや、やっぱこっち向き無理やわ。なかなか射撃巻いてくるね。上から攻めてくる感じなら最初から上に。間に合わないか。やばい、ナギがこのタイミングで。いや、相手回復してくるな。あ、なるほどね。上にいるとね、それまともに食らうのか。怖いねんな。よーし、危ない危ない。いやー、怖いな。よし、 OK。 決まったぞ。 OK。 これ無理やわ。どんな抜けてくるタイミングが怖いね。おっと、これはなんかやっぱり、なんやろ、あの後に攻撃すると、これ怖いな。あれ、範囲広いっす。怖いな。やっぱ上に来ると、あれは多分予想してカウンターを狙ってんのかな。飛んでくるタイミングを。だから撃つ方って言うと、やっぱりなんか勢いはまた端っこに突っ込んじゃうよね、早すぎて。よし。間違えた。ダッシュ A ができんかったときをきついな。よし、射撃も巻いて。よし、これで4戦やな。あと4戦。